セレッソの入団内定おめでとうございます。ありがとうございます。ユースでの3年間の振り返りお願いいたします。まあ、ユースでの3年間は、まあ、1年生の時は国体に選ばれてキャプテンを任せてもらったり、まあ、1年からプレミアリーグに結構出させてもらったりして、1年ではできない経験もさせてもらいましたし、2年生であれば J3 リーグに出場させてもらい、トップレベルのところで2年で経験できたってことは、まあ、今年の3年になった時のプレミアリーグでもだいぶ、まあ、役に立ったし、その経験があったからこそこのトップに昇格できたっていうのがあると思うので、この3年間は、僕のサッカー人生で一番成長できたかなと思います。ありがとうございました。